小磯義彦4期16年、そして今東京都議会で副議長をさせていただいております。本当に皆様のおかげでございます。町田は40万人の人口、そしてまた大変広いこの面積、まあ、そういう中で警察署が1署しかない。23区の中ではもう3署4署同じような規模の区であるわけでございます。また警察官1人が面倒を見る人口が東京都内平均では400数十名、ところが町田では1人の警察官が見る人口が800数十名ということで、町田の警察官はこの東京都の平均の2倍の方々の面倒を見ていたということになっているわけでございます。まあ、そんなことを私が本会議の一般質問で訴えさせていただいて、当時の石川警視総監から警察署をもう1署増やすということも含めて検討するという答弁が返ってきたわけでございます。私はその答弁をしっかりと捕まえて、今この時がチャンスだということで公明党町田総支部で10万人の署名を取って、そしてそれを知事と、そして石川警視総監のもとに届けたわけでございます。そしてその結果もう一緒ということで、忠雄に大型交番、日本一のマンモス交番を作らせていただきました。これは署員が70名ということで、もう小さな警察署と言っても過言ではない、日本に一所しかない大型交番でございます。免許証の変更などもできるところでございます。そして警察官を増やし、そしてスーパー防犯灯の設置をさせていただいて、そして町田市民の皆様の防犯のボランティア取り組みも強化されて、犯罪が約1万件あったものが今では3000件にまで減らすことができました。まさに小磯義彦の町田における改革でございます。そしてつい最近の実績でございますが、立川に政府倉庫といって、政府が持っている大変巨大な倉庫がございます。これを去年東京都が備蓄倉庫にするために、これを政府から購入いたしました。国から購入いたしました。その時に私がこの各三玉の市町村にこれを貸す予定であると言った時に、お金を取る、私はとんでもない、東京都の市ではないか、なんでその市が借りるのにお金を取るんだ、無償にすべきだ、まあ、このように強く強く訴えたところ、つい最近1週間前に無償にするという報告が入ってきたところでございます。